わらび属は、小葉の石かぐまかのシダ植物の分類群。わらびを含み、この種の実を含むと長らく扱われてきた。現在では、多くの種に分けられている。根茎はやや深いところを長く、横に生い、表面に毛はあるが鱗辺はない。イカンタ束は二冠の盲状中心柱となっている。また、シダ植物では、例外的に、同管を持つ。葉は三回油状複用で、 部分的には4回右上腹用まで分かれ、葉の先端はある程度の期間は伸び続ける。葉脈は胞子能以外の部分では有利している。葉にも毛がある。胞子能は葉脈の先端を貫ねるようにして続く脈の上に生じ、結果として葉の縁沿いに長く伸びる。葉の内側からは包み膜が伸び、縁側からは葉の縁が反転して生じた偽方膜が、 奉子農群を覆う。ただし、奉子農群が葉の縁の折れ曲がり部分についているため、上を覆うのは偽宝膜で、その下に奉子農群があり、包み膜は奉子農群のもと、宝子農群と葉裏の隙間にある。宝子は四面体系。和名は日本産の種名による。英名は、総じて、ブラックンという。最も分布域の広い詩�の一つである。 世界中に広く分布する。南極以外のすべての大陸に産しその生育環境も寒冷地と熱帯の砂漠以外、あらゆる環境に出現する。しかも、それらすべてが同一種に扱われてきた経緯がある。このような広域の分布は、化石の証拠から、全身よ、2380万年前に遡ると、され、 これを可能にしたのは法師による長距離の分散であると考えられる。本族に見られる葉の縁に長く続く、法師能群は井の本総族に見られるものに似ている。本族を含む小葉の石か熊かは他の都がを含め、かつては井の本総家に含められていた。ただし、あまりに内容が広範囲であったこと、また研究が進み、多系統であると判断されたことから、細分された経緯がある。 ただしこの時にも、本族と類似の法子農群をつける、湯の峰志田族は、井の本総花に残す判断があり、これはこの法子農群の形質を重視した判断である。他方、この二族は、栄養体の構造から見ると、井の本総花より、小葉の石かぐま科のものにより似ている。現在では、この判断が正しかったという格好である。小葉の石かぐまかの中では、上記のように、 法師農群の特徴で本属とユノミネシダ属が似ているが、本属では包み膜と偽包膜があるのに対して、ユノミネシダ属では偽包膜のみがあり、包み膜はない。他に、葉脈の様子も異なり、本属では基本的に葉脈は有利するが、この属のものは盲状になる。また、ユノミネシダ属のものは葉の先端成長がいつまでも続くものがあり、 右辺が一段ずつ次第に展開していく特徴があるが、本属のものにもこれに近い傾向が見られる。本属に含まれるものは蒸気のように極めて広い地域に分布し、その生育環境も極めて多様である。そのために地域による変異が多く、多形的である一方で、いくつかの方には中間型も見られるなど、分類的扱いが困難であった。 トライオンが1941年にこのグループの全世界のものについて分類の見直しを行った際、対象となったのは135を超えたという。彼はこの見直しによって、それらすべてを単一の種ピーアキリナムとし、その下にニア種中に変種を認めた。そのため、この属は長く単形属であると扱われてきた。しかしながら、これに疑問を呈する向きは長くあり、 例えば田川も数種に分ける方が良いであろうと記している。近年になって分子系統の情報なども利用できるようになり、この属の分類は再検討され、以下のような種や種に区分されている。このうち講義のわらびである P ラクノワディアムはボン世界的に分布し、それ以外の種や種はある程度は限定的な地理的分布域を持っている。日本産のわらびは P ラクノアディアムサブスプ、ジャポーニカムである。毒草として知られる。生殖では体内のビタミン B1 が分解され、ビタミン B1 欠乏症を引き起こすこともある。動物にも害があり、症状としては歩行困難や独立不能などを起こし、重症の場合には心拍不正痙連を起こす。特に牛、馬、ヤギでは症状が出やすい。 ラットに対して強い発言性を示すことも報告されている。また、牧場にワラビが侵入して繁殖し、放牧が肩になると食べ残されるのでその繁殖が助長され、結果として牧草地が荒れる現象がヨーロッパ、イギリスで問題となっている。他にサイレージなどの冬の家畜飼料に本属のものが混入することで発症する例も知られる。他方で、ワラビは日本では、 代表的な山菜としてよく知られ、栽培もされており、近年は東南アジアから輸入されてもいる。蒸気のような毒成分は伝統的な悪抜き法によって、ほぼ取り除かれ、ほぼ影響はないものと考えられている。また、根茎からデンプン取れ、いわゆるわらび餅は元来はこれから作ったものである。世界的にはわらびを食用とする地域は多くなく、若葉を食用とするのは、 東、アジアのみである。根茎からデンプンを取ることは、ニュージーランドのマオリ族や、北アメリカのインディアンにも言っていたところがある。また、若葉を食用とすることは、ニューギニア産学民族でも利用例がある。ブータンでは、日本産のワ